滝滝文文君自民党福井県選出の滝浪博文ですまず今般の国交省の統計問題について、平成31年に毎月勤労統計の不適切事案を踏まえ、統計委員会から再発防止策が提言され、政府全体で実行している中での今回の問題の発覚と承知しており、大変遺憾です。不適切事案の繰り返しを防ぐためにも、今後予定されている基幹統計の集計プロセスの点検では、 今回の問題の背景にある原因や、現時点ではまだ表明化していないリスクを把握し、再発防止策の実効性確保につなげることが必要です。政府の統計制度を所管する総務大臣の決意を伺います。金子総務大臣。お答え申し上げます。毎月勤労統計調査の不適切事案を受けて、政府全体で対策を進めてきた中で、今般、 建設工事受注動態統計調査に関わる事案が起きたことは、大変遺憾であり、滝波委員ご指摘のとおり、実効性のある再発防止策を検討すべきであると考えております。このため、統計委員会に設置されました特別検討チームでは、事案の発生原因まで遡ることにより、品質優先の組織文化の形成や、課税投資のよい職場環境の醸成など、 公的統計の作成に係るさまざまな課題の抽出等を行い、それらを踏まえ、実効性のある再発防止策の検討を進めております。総務省としては、このような統計委員会における取り組みを全面的に支援をし、実行することで、統計の信頼回復に向けて、全力で取り組んでまいります滝波博文君、しっかりよろしくお願いいたします、えー、次に消防について質問します。 消防団は言うまでもなく、地域を火災や風水害等から守る地域防災力の要です。消防団員の確保にあたっては、士気向上や家族の理解の醸成のためにも、報酬や手当といった処遇の改善が不可欠です。消消防防ににおいても消防団員の処遇改善に向け出動報酬を創設したり 年,年額報酬の標準額等を定める消防団員の報酬等の基準を策定したりして、さまざまな働きかけを行っていると承知しております。また、消防団員の就業形態という点から見ますと、費用者、いわゆる会社員の方の比率が、昨年4月1日時点において、全国で約75%、私の地元、福井県では約78%と、非常に高くなっているところです。 よって消防団活動を円滑に行うにあたっては企業側の理解が重要でしょう地元福井県では消防団協力事業所の認定を受けている企業に対して入札時の加点や知事表彰を行うなどの取り組みを行っていると聞いていますこのように消防団活動に協力的な企業を増やすためにための取り組みを全国に広げまた消防団員の報酬手当の改善に向け地方をしっかり支援していくべきであると考えますが総務省の見解をお伺いします 田畑総務副大臣、はい、お答え申し上げます消防団員の処遇改善につきましては、消防庁におきましてご指摘ありましたが、昨年の4月、消防団員の報酬等の基準を定め、今年度からの対応を全国の市町村に働きかけてきたところでございます。本年4月1日時点で、基準を満たす市町村が約7割となったところでございます。まままた一方なな事情にによりましてて、ま、だ処遇改善に対応できておられない団体や これから対応を進めようとしている団体があることから、今後も都道府県と連携をしながら、消防団員、報酬に係る地方財政措置を丁寧に説明するなど、さまざまな機会を捉えて対応をお願いをしてまいりたいと思います。また、えー 企業の理解の醸成についてでございますが、ご指摘もございました、消防団員に占める費用者の割合が一貫して増加している中、費用者が消防団に入団しやすく、また消防団員である従業員が消防団活動をしやすい環境づくりのためには、企業や事業者の協力は不可欠であるというふうに考えてございます。そこで消防団活動にに積極的に協力をしている事業所を市町村または 総務省消防庁が認定をする消防団協力事業所表示制度を実施するとともに、各地方公共団体に対して、そうした事業所に対する入札参加資格加点等の支援策導入の検討を要請をしてございます。滝上委員のご地元、福井県内におきましては、福井県勝山市、また越前町におきまして、入札参加資格の加点、また福井県においては、知事表彰が行われているということを承知をしてございます。さららに今年度から実施する 消防団の力、向上モデル事業におきまして、地方公共団体における地方経済団体を通じた企業への働きかけなど、企業と連携した全国の先進的な取り組みを支援することといたしております。今後もこうしたさまざまな取り組みにより、消防団員の確保に向けて、全力を挙げてまいります滝波弘文君。どうぞよろしししくおお願いいいいいたたまますす、えー、次にに郵便局ネットワークについて、えー、お考えしたいと思います 少子高齢化や過疎化により地域が疲弊し、地場の金融機関や商店の撤退なども進む中にあたって、全国津々浦々に張り巡らされた2万4000局の郵便局ネットワークは、民営化以降もその数を減らすことなく維持し続けています。 民間企業のみならず、自治体においても、秘書の廃止といった住民向けサービスの機能低下が見られる中、この郵便局ネットワークは本当に貴重です。何より郵便局長、局員の皆様の日々の努力のも物であり、心より敬意を表します。 私は大人にいる柘植先生が事務局長を務める、友活連・郵便局の新たな利活用を推進する議員連盟の創設メンバーの一人として活動してきました。その意味でも、ふるさとを守るのに不可欠なこの郵便局ネットワークは、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスを確実に提供するとともに、いわば地域の最後の砦りとして、住民向けサービスの拠点提供拠点ともなりうる重要な公的インフラだと信じます。 ついては総務省はどのようにこの郵便局ネットワークの維持・確保に取り組んでいくのか、とりわけ、ですねあの省庁再編で、旧郵政省と旧自治省の合併の成果とも言えるはずの、この自治体事務の受託など、こういったものもどう推進していくのか、含めて決意を考えたいと思います総務省大臣官房、鈴木総括審議官。お答え申し上げます。 全国津々浦々に約2万4000局のネットワークを持つ郵便局は、地域の重要な生活インフラであり、郵便、貯金、保険からなる優政事業のユニバーサルサービスの提供を引き続き維持していくことが必要でございます。これを踏まえまして、総務省といたしましては、郵便局ネットワークの維持を支援するための拠出金、交付金制度を引き続きしっかりと運用するとともに、実証実験などを通じ、郵便局と地方自治体や地域の企業等との 連携の促進に向けた環境の整備などに取り組んでいるところでございます。また、あの先生ご指摘いただきました、郵便局における、えー、自治体事務の受託につきましては、全国1 7市区町村の588郵便局におきまして、郵便局事務取扱法に基づき、住民票の写し等の公的証明書の交付事務を受託しております。えー、そのうち18の自治体につきましては、 国民健康保険関係の各種届出書の受付など、その他の行政事務を含む包括的な事務受託を行っております。一部の自治体では、郵便局への委託に合わせて、支所を廃止しており、住民サービスの向上や行政の効率化等の効果が見込まれると考えております。えー、この取り組みを広く普及・展開していくためには、自治体における費用負担をどう考えるかや、 郵便局側の体制をどう強化していくかといった課題につきまして、検討を深めていく必要があると認識しております。総務省といたしましては、これまでも制度の整備や実証実験等による支援に取り組んでまいりましたが、今後の公的支援のあり,あり方につきましては、実態を踏まえつつ、引き続き検討してまいります<上>滝波博文君。えー、ぜひあの、いい成果をあの生んでいってきたいただきたいなというふうに思いますどうぞよろししくお願いいたします。 次に地方のローカルテレビ局のあり方について質問をさせていただきますテレビ放送をめぐる環境はインターネットの普及とデジタル社会の進展の中で大きく変化しています放送の経営形態は1953年のテレビ放送開始以降検疫を基本とした免許制が取られています 地元福井県では民放が2局だけなのですが、毎週、地元に帰って、録画しておいた地元ニュースを見て、県内の肌感覚をアップデートしておりまして、ローカル局の地域密着の重要性、これを毎週末、私自身も感じているところであります。今後も放送がが社会的的役割を担ってていいくにには地方においてローカルテレビ局が中長期,的中長期的な 経営戦略をを描ける環境を整備していくこととが重要だと考えます現在、総務省の有識者検討会議、デジタル社会における放送制度の在り方に関する検討会、座長の三友早稲田大学教授には、私も大変ご指導いただいておるんですが、まあ、同検討会では、検疫免許制も含めた放送制度の在り方について、議論がされていると聞いております。 あの私は各県の市長さんにとって、地域情報は大変重要であり、またローカル局は地方創生の基盤でもあると考えております。地域免許制等の放送制度の在り方は、こうした点も踏まえて、丁寧に、慎重に検討する必要があると考えますが、総務省はこのデジタル時代における放送制度の在り方について、具体的にどのように検討を進めていくのか伺います。 総務省、吉田情報流通行政局長。お答えいたします。いわゆるローカル局は、災害情報をはじめ、地域の視聴者ニーズを踏まえた、地域密着型のさまざまな情報発信を行う主体として、重要な役割を担っていると考えております。他方、ローカル局を取り巻く環境は大きく変化しております。人口減少、若者のテレビ離れ、インターネット動画配信サービスとの競争、 こういったことなど経営環境は厳しいものとなってきているものと認識しておりますこうした状況を踏まえ委員ご指摘のとおり総務省では昨年11月から有識,者会有識者検討会を開催し放送の将来像や放送制度のあり方について議論を進めていただいております本年3月末には論点整理が取りまとめられましたその中で例えば 検疫免許制に関するものといたしまして、経営の選択肢を増やす観点から、希望する放送事業者が放送の複数の放送対象地域において放送番組を同一にすることを可能とすることなどが提言されています。ただし、この放送番組の同一化を行う際には、地域情報の発信を確保するということのための仕組みも併せて措置すべきとされているところでございます。 また、良質な放送コンテンツを全国の視聴者に届けるため、放送ネットワークインフラにかかるコスト負担を軽減し、コンテンツ制作に注力できる環境を整備していくことが重要だと考えております。小規模中継局や番組創出設備について、設備供用、あるいはデジタル技術の導入による効率化、 とととといいいいったたここを図るるべきだという観点かららも、先ほど申し上げた検討会でで議論が進められているところでございます。ローカル局が今後もその社会的役割への期待を応えていくために、委員ご指摘のとおり、中長期的な経営戦略を書くことができる環境の整備、これが重要であると考えておりまして、引き続き関係者の意見も聞きながら、丁寧に議論を進めてまいりたいと考えております。 秋並博文君あの、まあ、今般、あのまあ、この2年、3年、あのコロナで我々、えー、大変な思いをしておりまして、またマスクも今日も皆さんつけて、えー、こうやって臨んでいるわけでありますけれども、コロナ対策なんかにおいても、ですねやっぱり県ごとの,この対応っていうのがいかに重要かっていうのを改めてあのクローズアップしたところがあります。まあ、それぞれぞの県で、えーまあ、医師会また知事、えー、関係者がどういういうに それぞれの県の中で,ですね対応していくのかということをしっかりと発信していくという意味でも、この県域の免許制に基づく放送って非常に重要だと思いますし、また広くはこの参議院、合区の問題もございますけれど、やっぱり各県のですねそれぞれの地域的な、文化的、経済的、そして社会的なつながりの中で,ですね一体性を持って動いている、こういうものを改めてクローズアップしたのが、コロナ禍の一つの形ではない かなといいう,うに思いますそういう意味で、この47の都道府県のです、ね、それぞれの国土を守る県の区域っていうのを、あの放送の世界でもしっかりと踏まえていただきたいというふうに思います。そしてあの次にですね、電話リレーサービス法の関係についてお伺いしたいと思います。あの一昨年、この本総務委員会で審議し、成立した電話リレーサービス法に基づく電話リレーサービスについてですが、 あの私が事務局長を務めるです、ね、超党派の障害者の情報コミュニケーション推進議員連盟で、今国会に提出させていただいた障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法案、これにつきまして、すでに先月、参議院を通りまして、まさに今日のあの衆議院本会議で成立する予定でありますけれども、その法案化の過程でさまざまな 障害者関係団体からヒアリングを行いました、まあ、そのときに、複数の団体からご指摘が、あのその電話リレーサービスについてあったんですけれども、何かと言いますと、この銀行やカード会社に電話リレーサービスの通話オペレーターを通じて手続きをしようとすると、 まあ第三者の声では本人確認ができないとされて進めないことがあるようであります。まああの金融業界団体などを通じて周知もされているようにも聞きますが、まあせっかく法に基づき聴覚や発話に困難のある障害者の方々のために作った同サービスが、え課金融機関やカード会社との手続きで効果を発揮できないのでは法の趣旨に合致しないと思います。えどのようにして本件を解決していくのか、あ金融庁と経産省の具体的な対応策を伺います。 金融庁総合政策局堀本審議官お答え申し上げますあの金融庁におきましてはです、ね、金融機関に対して電話リレーサービスを介した本人の意思確認の手続きの普及促進、これについては、あのこれまでも対応を進めてまいりました。 ただこうした中で,です、ね、ご質問のとおり、昨年7月、電話リレーサービス法の施策によりです、ね、公共インフラスとして公共サービスの提供が開始されたことに伴いまして、金融機関が聴覚障害者等以外のです、ね、お客さんに対して、電話にて対応しておりますカード、あるいは通帳の届け出等の手続きについてです、ね、聴覚障害者等に対しても、 電話リレーサービスを使って同様に対応されるようです、ね、各金融機関が対応すべきものと、こういうふうに承知をいたしております。で、あの現時点で,です、ね、金融庁が把握しているところではです、ね、少なくとも大手金融機関においては、その利活用がです、ね、進捗しているものというふうに認識しておりますが、今後です、ね、大手金融機関以外の金融機関、 ついてもです、ね、その実態を把握を進めましてです、ね、えー、必要に応じて電話リレーサービスの活利活用が徹底されるようです、ね、さ、え、ら、ー、なる要請等の対応をしてまいりたいと考えております経済産業省商務情報政策局、田中商務サービス政策統括調整官。お答え申し上げます。 クレジットガード会社が聴覚障害者の方の電話の利用の円滑化のため、電話リレーサービスのような受付手段、これを確保することは重要と考えております。経済産業省としましては、昨年の7月のサービス開始に先立ちまして、業界団体を通じてクレジットガード会社に、この電話リレーサービスに対する理解の促進、電話リレーサービスを介した本人の意思確認の手続きの普及促進を図るために、周知広報を行うとともに、積極的に活用するよう要請をしてまいりました。 こうした取り組みの結果、電オリレーサービスの認知は高まっておりますが、例えば、第三者が間に入って本人確認が本当にできるのかというサービス利用への不安、その他メールなど、他の代替手段でも足りるのではないかという誤解、こういったものがありまして、普及に向けた理解が足りてないというところもあると認識しております。今後、クレジットカード会社の一層の利用促進に向けて、総務省とも連携しながら、さらなる理解の促進に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますが、 あの経済産業省にはあの委員御指摘の,あのご、ご案内のとおり、あの経済産業省および地方の、地域の経済産業局に消費者相談室がございます。えー、もしあの電話リレーサービスの利用に対応しないクレジットガード会社などがあれば、ぜひご情報提供いただきまして、いただいた情報を踏まえまして、この電話リレーサービスのさらなる普及に向けた取り組みをしてまいりたいと思います滝浪博文君。 ありりがととうございいいいまますすそれぞれぞししっかり対応してたただきたいと思いますあの障害者福祉、障害者政策というのは、私はあの健常者にとってです、ね、他人事ではしてはいけないというふうに思います。どういうことかといいますと、あの我々もだんだん年を取るに従ってあの、目が見えにくくなる、耳があの悪くなる、足も弱くなる、まあ、こういったときにあの、障害者に優しい社会というのは、健常者にとっても生きやすいあの社会になっていると思います。まあ、一つのの事例が例がえばあの今多くの駅 駅であの設置されております。エレベーターですけれども、あの昔あんまりなかったと思いますが、もちろんその車椅子の方々は優先でありますけど、空いていれば大きい荷物を抱えた人とか。またあのベビーカーを押している方とかが、それでスムーズに移動ができる。こういうふうになってまいります。先ほど申したように、やっぱりあの健常者にとってもあのとってその障害者施策っていうのが。 あ他人事ではない、自分事である、まあ、そういうふうな視点を持って、国もそして我々も政策を作っていき、また推進すべきではないかなというふうに思いますので、各省庁におかれましても、ですねそういう観点でどうぞよろしくお願いいたします、えっと。区切りがよろしいので、こちらで私の質問を終わらせていただきたいと思います。どううもありがとうございました